はい、札幌内美容室ハイマッシュのことです。今回はあのパーマについてなんですけれども、はい、パーマについてなんですが、結構ね、大きめのウェーブを出したかったんですけど、結構細かくかかってしまって、ちょっとやりづらいですということがあるんですが、まずですね、まあ、スタイル写真みたいなのはね、まあ、皆さん持っていくかもしれないですけど、それがあった方がいいですよね。で、美容室行って、パーマがうまくかからないと、これ一点まだ髪質もあります。正直、矯正毛だったりとか、もともと髪がかかりづらい美姿質毛っていう髪だったりとかですね、みんなが綺麗に大きくかかるかかるかっていうと、そうでもなかったりするんですね。あとはデジタルパーマと通常のパーマ選択するのでも違いますし、まあ、うちではデジコアパーマって言って、通常のパーマ、デジタルパーマ、この中間のいいところをチョイスしたパーマっていうのがあるんですね。例えばデジタルパーマって、ウェットの時にちょっとね、自然乾燥ってちょっとやりづらかったりします。で、乾かしてこうやって、ね、持ち上げて乾かしていくとカールが出せるんですけど、上手い方はいいんですけど、お客さんがなかなか出せなかったりしますよね。なんでうちのデジコアパーマっていうのはウェットでも使えて、ドライの時はデジタルパーマみたく使えると、そういう中間を取ってるパーマもまああるわけですよね。はい。で、そうですね、あとはあの美容師さんの好みもあると思いますよ。で、年代だと思うんですが、年代で、あの高い年代の方、ちょっと上の年代、僕もまあ結構年齢上なんですけど、上の年齢の方って結構細かくしっかりかかってるパーマが正解だと思ってる方もいらっしゃるんですよ。で、若い美容師さんがちょっとね、こうゆるふわな感じが正解だと思ってる方も結構いらっしゃると思うんですけど、でお客さんもそうですよね。お客さんもその求めてるもの、求めてるパーマのリッチ感とか、そういうのも年代によってちょっと違うわけですね。で、それがうまくこう一致すればあのいいと思うんですけれども、なかなかね、パーマって、そうはいかなかったりとかして、美容師さんの好みによって、美容師さん、お、すごいよくかかったでしょって思ってもですね、お客さんが、いや、めちゃくちゃかかりすぎでしょと、細かすぎでしょって思ったりするわけですよ。でも美容師さんはいいと思ってるんですね。で、そこの基準値の違いだったりもやっぱありますし、あとは薬剤ですね。薬剤によってパーマって、あの例えばデザインがすごい綺麗に作れる方も、薬剤知識がなければ、あのパーマをきれいにかけることってできないんですね。なぜかっていうと、パーマ液の知識がなければ、デザインをね、イメージのデザインがあったとしてもそれに持っていけないんですよ。なんでこのケミカルの知識っていうのも必要になります。ある程度ですよ。僕も全然まだまだ勉強しないままなんですけども、そうすると、ある程度この薬使えばこうなるんだなっていうのが分かってきますよね。そうなると、まあ、失敗も少なくなってきます。で、例えばあのこのチリチリ細かくね、なりすぎちゃったっていう方は、まあ二通り、やっぱりその美容師さんが求めてた、ゴールとしていたカールが細かかったのか、薬が合わなかったのか、思ったよりもそうなっちゃったのかですね。まあ一番多いのはこれかもしれないですね。まあ髪質もあるんですけど、実際想定していたのと違ったということがあります。かかるまでね、でパーマってあの仕上がるまで分かんないんですけれども、まあ、当店でやってる、例えばドライングパーマっていうのが、まあ、内容はちょっとお伝えできないんですけども、ドライングパーマっていうのがあるんですが、ドライングパーマっていうのはお客さんと一緒にディスカッションしながら作るっていう新しいパーマなんですね。お客さんが例えばじゃあこの、ね、前髪だったりとか、このぐらいのカールが欲しいと、それを途中で仕上がる前に相談ができるっていうようなパーマも、もう十何年もやってるわけですよね。まあ、そういうパーマもいろいろあるわけです。で、そうしていかないとですね、お客さんとカットと一緒でディスカッションしながら僕はやろうと思ってるんですけど、まあ、ディスカッションして、やることによってですね、そうですね、まあ、やっぱりそのお客さんの思ってるのになるべく近づけたいと思うんですね。ただすごいかかんない髪の毛、ダメージ毛にこういうゆるふわなコテで巻いたようなですね、パーマを乾かしただけで出したいと。例えばこういう風なオーダーが来た場合、
現状であればね、そのお客さんがどこまで求めてるかによるんですけど、ちょっと難しい部分もあります。なぜかっていうとですね、やっぱりそのコテで出すようなウェーブっていうのはパーマでできなかったりとかするわけですね。例えば波ウェーブだったりとかですね、まあ僕もその波ウェーブの、パーマ方法っていうのがまああるんですけれども、ただ例えばね、波ウェーブって波にこうロットを巻いてたとしても波ウェーブにならないわけですね。ロットってコテで巻くようにこういう風にならないんですね。でロットで例えばね、こうジグザグにこう巻いてたとしても緩いか、もしくはロットが小さくて細かくなったりするわけですよ。でそこはやっぱりそういうのを回避する波ウェーブパーマの方法っていうのが、まあ、あるわけですね。はい、っていうようにお客さんの求めている形に持っていけるには美容師さんのまずスキルが必要っていうのと、まあ、まずお客さんのベースの髪質が、まあ、大丈夫な状況かっていう部分ですよね。作れる状況かっていう部分です。あと癖も絡んできますから、それに癖毛がプラスされますからね、パーマの場合は。でそういう場合もありますしね、逆に癖がこう強調されてすごい変になっちゃったとかね、おばちゃんパーマってよくないか、ちょっと昔のソバージュみたくなっちゃったとかね、もうパーマの失敗ってすごく多いんで、やはりパーマってやっぱりね、なかなかこうパーマ比率って昔は非常に高かったんですけど、今すごい低いですよね。どうしてもカラーばっかりですよね。やっぱりパーマでいい思いしてないんで、どうしてもそういう風になっちゃうんですね。なんで、まあうちとしてはね、パーマに力入れていきたいなっていう部分はすごくあります。いろんなパーマの方法がありますので、あとまあカットも結構絡んでくるんですね。でパーマって毛先の方が薄くなっちゃうと結構綺麗にリッチ出なかったりとかパサついちゃったりするんで、あまり毛先をこう削ぎすぎちゃったりとかですね、まあこう削いじゃったりとかすると毛先ってこうばらついちゃってですね、綺麗に出ないんですね、パーマかけた時に。なんで毛先の重さっていうのがすごく必要だったりとかします、綺麗に見せるためには。なんで僕は毛先の重さっていうのは結構大切にしてかけるようにはしてるんですけれども、やはりそうですね、綺麗に見えるパーマの形ってやっぱカットラインも関係してくるかなっていうふうにあります。だからトータルなんですよね、カットとパーマっていうのが。だからそこがね、結構トータルになってきますから、なんかこうツヤがなく見えたりとか、バサバサになったりとかですね、やっぱパーマってありがちなんですけれども、まあなかなかそこが難しくてですね、それもちゃんとした理由があるんですね、なんでそうなるかっていうのもね。例えばパーマの場合なんですけどね、まあ、こうやって見えてる髪しか見てない、まあ、美容師さんが本当多いと思うんですね、一般的には。じゃあどこ見んのって話なんですけど、実はこの見えてないカットのカットラインのところを見ていかないとダメなんですよ。実はその見えてないカットラインのところの毛先っていうのは結構傷みやすかったりするんですね。なんでここで毛圧診断してパーマをかけていくと、そこがやられちゃってパサついちゃったりとかするわけです。なんでじゃあそういう髪の毛にも安全 でこういうここにもしっかりかかるパーマ液っていうのは何なのかっていうのを、検証していくとですね、まああるパーマ液にたどり着くわけですね。そうしていかないとですね、ばらつきが出ちゃうんですね。どっちかなんですよね。カラーも一緒ですよね。ブリーチのメッシュ入れたのと黒髪のところ、どっちにじゃあベース合わせるのって感じになるわけですよね。はい、ということで、その見えないカットラインもいかに考えてカットじゃない、見えないカットライン、中にあるカットラインっていうかな、そこもですね、見えないベースラインって言った方がいいかもしれないですね。見えないベースラインがこの中にありますから、そこもしっかり、毛圧診断した上でかけていくっていうのがパーマの非常に難しいところですね。そこがしっかりできればパーマは綺麗にまあかかると思います。ただ、まあ、コテでね、しつこいですけど、コテで巻いたようなリッチ感っていうのは、やっぱりパーマで出せない可能性が非常に高いですね。まあ、そういうのはやっぱデジタルパーマを使ってみたりとかですね、そういう風にしてやっていかないとちょっと難しいかなっていう風に思っております。
あとまあスタイリング方法もね、お客さんのスタイリング方法もありますし、うまい方は結構出せたりしますしね。あとスタイリング剤もありますからね。はい。まあ結構ね、パーマの失敗って本当多いですよね。かかりすぎちゃったとかですね、結構聞きます。なんか思ったより出せないとかね、そうですね、なんかこうパーマかけることによって老けちゃったとかね、せっかくその美容室来て可愛くなりに来てるのにパーマかけることによって老けちゃって、可愛くなくなっちゃったで、お金かけて可愛くなくなっちゃうなんてもう意味ないと思うんですよ。なのでお金と時間使ってやっぱね、綺麗になりに来てるわけですから、まあ、こちらの美容師さん、こちらの美容師側もたくさん検証して、そしていろんな方法を試してですね、やっていく必要が僕はあるかなというふうに思って、僕もこれからも日々検証していかないとダメだなという感じで今思っております。まあ、今年もね、100人以上のモデルさんを担当したいなと思っておりますので、皆さん、YouTube の方ですね、よろしければ、チャンネル登録しておいてください。これはまあ僕のモチベーションにつながりますので、よろしくお願いします。まあ、またね、ちょっとね、美容師さんにちょっと嫌われてしまうかもしれないんですけど、まあ、そういう裏側の部分も配信していく必要があるかなと、まあ、嫌われ役でもいいかなと思ってるんで、そこも配信していきたいなと思っております。はい、ご視聴ありがとうございました。